一度正常に戻った俺たちは、新しいドラゴンを探すため再び旅に出た。より強くなりたいと願う俺に、飛竜ブリューヒルデことムムはこう言った。ドルニト山脈に向かえと。そこには伝説の六竜の一体飛竜がいるらしい。飛竜の住む後方に登り契約するために、俺たちはまず麓の町、山岳都市クリフパレスを目指すことにした。やれやれ、いくら傭兵でもこの山越えはしんどいな。もう喉がカラッカラだぜ。ブリュンヒルデ、いやムム、キリュウ・ユピテル、伝説の六竜の一体は本当にこの先に住んでいるのか？ええ、私がダーリンに嘘つくわけないでしょ。ドラゴンの居場所なら任せてよね。にしてもショックだわ。契約した途端すぐにもっと別のドラゴンとも契約したいだなんて。初めてのちぎりダーリンに捧げて、やっと私にも春が巡ってきたと思ったのに。なるほど、ムムは殿下が一体のドラゴンとしか契約できないと思っていたと。そいつはショックだな。契約の上書き、再婚だと思ったら重婚だったわけだ。あのさ、さっきから俺がすごい悪い男みたいな話になってないか？みたいなじゃなくて悪いでしょ。私と契約した以上、前の契約はポイされると思ったのに、まさか建国王アルデリウスと同じ副流契約者なんて。こんなの反則よ、あんまりよ。乙女の純情返してよ。確かにちゃんと説明しなかったのは悪かったかもしれないけどさ、あの時は必死だったんだ。わかるわかるぜ。必死な時って周りが全然見えなくなっちまうよな。ちょっとみんな、今話すべきことはそれじゃないでしょ。デシアを助ける方法を考えないと。そんなの簡単よ。私とダーリンでドゴーンパキンズガガーンってな具合でいきましょう。でもお前さん、あの皇帝にはかなわなかったじゃねえか。痛いとこつくわね。でもあの時はまだ契約前よ。今の私なら負けたりしないわ。ムム、落ち着いてくれ。闇雲に再戦しても勝てないし、君を危険な目に遭わせたくない。ダーリン、私のことを心配してくれるなんて、やっぱり私たちの愛は本物ね。確かに皇帝の力は危険です。あんなにまがまがしい呪法を使うものは見たことがありません。うん、凄まじかったな。あれほどの魔力は、もしかしたらイリア教会の司教様でも。ふん、たとえまぐれでも火竜にとって庭みたいな火山で、人間が私を上回るなんてね。ありえないことです。ドラゴンの強さをよく知る私から見ても異常。あの力はまるで。まるでなんだよ。王様とはいえ、普通の人間がなんだってあんな力を使えるんだ。いくつか仮説は立てられるけど、本当のことはわからないわ。でもここまで来たらやることは一つ。ダーリン、皇帝を叩きのめすために4体目のドラゴンと契約しなさい。輝きの竜ユピテルとね。ドルニト山脈に行けば契約できるはずよ。
多少の気移りは許してあげるわ。相手は若い男だし。若い男？騎竜ユピテルは男性の竜なのですか？そうよ、まだピッチピチでとにかく生意気なやつ。ドラゴンの中でもかなりのくせ者よ。まあダーリンならビシッと言い聞かせてくれるでしょ。さ、ついてきて。言い聞かせられるかはわからないけど、でもゼシアは言っていた。たくさんのドラゴンと契約しろと。この山道を抜ければドロニト山脈の麓、山岳都市に着くはずだ。よし、進もう。